小倉久ひ小倉久ぐから1906年11月4日は、日本の幕末から明治期の母子、官僚、関西法律学校初代校長、江戸見坂の沼田判定で生まれた。明治3年、大学南なみ高校新生となり、明治5年に、司法省明暴寮に転入。1876年、岸本達夫、宮城広志蔵と共に、フランスへ留学し、 1878年に帰国した。その後、司法省御用係兼大上官御用係として、民法典編纂に携わり、また司法省法学校則成果の講師となる。1882年に、元老院兼少書機関。1884年に、疫定官となる。1886年、大阪高祖院検事に就任。在任中に、 関西法律学校創立に関わり、同校初代校長となる。1888年に退官した後、大阪で弁護士事務所を開業。1898年7月に内務省警保局長兼監獄局長に就任。1899年、和歌山県知事に就任。以後、徳島県知事、富山県知事、大分県知事を歴任。 1906年7月、岐阜県知事に就任するも同年11月に現職で死去した。墓は京都市北区の高等院にある。ありがとうございます。